めまして、スクリューです。1996年9月3日生まれ、東京拠点に活動してます。全国 MC バトルが10周年迎えまして、一言あればおめでとうございます。あの、毎度申し上げてるんですけれども、島根で銀行を員してる時代にですね、あの戦国令和杯っていう MC バトルで僕あの優勝させてもろてから、あの生活変わってます。180度。あのこれからもですね、戦国 MC バトル皆さんあの応援のほどよろしくお願いします。僕もぶち上げていきたいと思います。スケルさんが初めて戦国 MC バトルに来たという話をしてもらいたいんですよ。多分僕だから初めて行った時はプレイヤーじゃなくて、戦後15章とかだったんですよ。大学の友達と見に行って。どこから？島根から。愛媛大学時代の時なんですけど、よくこう関係者通路あるじゃないですか。そこのめっちゃ前の方に友達の車で陣取ってくれて、あ、チコカレート TK だ、黒内だっていう、こう目を輝かせた人間です。それいくつぐらいですか？多分だから大学 2,3 年生の時なんですよ。20歳とかぐらいですね。はあ、うん、その数年後にアンダー22とか出たりとか。そうなんですよ。するんですね。そうなんですよ。まあ、それこそまあ他大会ではあるんですけど、その UMB っていう、ね、そうですね、大会で僕1回戦で MC にがりっていう同い年の MC に1回戦負けしちゃったんですけど、なんか爪痕残さんとなと思って持ってきた作品を正社員さんと渡したら、こうここまで来たというかあのお世話になってます。そうそう、僕と八森さんがね、そうなんです、渡して。で、八森さんがスクリューむちゃくちゃいいっすよみたいな、いやほんまにって言われて、じゃあ呼ぶみたいになって、で交通費だけだけどみたいな話で最初令和杯でね、ライブとバトルとか、出てくれてたからだもんね。そうなんですよ。令和杯の最初のインタビュー動画があるんですけど、その時八森さんが紹介してくれたんですけど、いや今日はこいつはやっぱバトルじゃなくてライブを見てほしいんだって言われた時にすげえ嬉しくて、でもそこで優勝させてもらったっていうちょっと自慢話になってしまいました。すいません。本当でもあのレア杯がマジで、あのレア杯終わった後もマジで結構話題だったもんね。だから東京の結構その日本グラップシーンみたいのが、いや今日レア杯で優勝したスクリューがバトルやばかったみたいな、で、あとライブもバトルだってライブもすごかったみたいな話になって、ね、そっからですね。そうですね、いやまさにそっからで、だからもう、仕事も辞めて今東京に住まわせてもらってるぐらい、戦国ファンの皆さんには大変お世話になってるところです。ありがとうございます。じゃあ人生が変わった瞬間、いや本当に人生が変わった瞬間でアップしますね、はい、これ。あ、もちろんこれめっちゃいいと思います